フランクリンアベニュー、フルトンストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT フランクリンアベニュー線と、i n d フルトンストリート線の乗り換え駅である。ブルックリンクベッドフォードスタイベさんとの、フルトンストリートとフランクリンアベニューの交差点に位置し、以下の系統が停車する。BMT フランクリンアベニュー線の、フランクリンアベニュー駅は、単式ホーム一面一線の高架駅で、同線の北側の終点駅である。 フルトンストリートに近いことからフランクリンアベニュー、フルトンストリート駅とも呼ばれる。駅は1896年8月15日に開業し、隣接していたフルトンストリート高架線のフランクリンアベニュー駅と接続していた。この駅は1878年8月18日にブルックリンフラットブッシュコニーアイランド鉄道がほぼ同地点に開業させていた。 ベッドフォードターミナル駅を高架化する形での改良となった。コニーアイランド鉄道時代の駅は地上にあり、2面2線の中間駅であった。また、非電化で蒸気機関車が入線しており、BMT ブライトン線への乗り入れも行われていた。駅は、このタフランクリンアベニュー線路面電車とも接続していた。1920年、 フルトンストリート線の列車がフラットブッシュアベニューの新しいトンネルを経由するようになり、同線とフランクリンアベニュー線の接続が廃止。1924年に駅は2面2線の中間駅から1面1線の終点駅へと改築された。ただし、線路は撤去されていたが使用されなくなったホームは、覆いがかけられただけで撤去はされていなかった。また、駅のホームが もともと編成全体で250フィート以内となる BU 車と呼ばれる車両に対応する長さで作られており、ニューヨーク市地下鉄の AB スタンダード車と呼ばれる402フィート以内となる編成の入線に対応できていなかったためホームを南側へ延長した。当駅の隣の駅は東側がフルトンストリート線乗り入れ列車のノストランド、アベニュー駅とブライトン線乗り入れ列車の ディーンストリート駅で西側がフルトンストリート高架線グランドアベニュー駅であった。1940年6月1日に BMT の営業がニューヨーク市に引き継がれると BMT フルトンストリート高架線は一部区間を除き廃止北側を走行している IND フルトンストリート線が代替路線として機能するようになりフランクリンアベニュー線は BMT フルトンストリート高架線沿いから IND フルトンストリート線への連絡を担うようになった。1985年には平日の利用客数が210名となり、ニューヨーク市地下鉄内で使用頻度が非常に低い駅の一つとなった。ホームで電車を待つ乗客駅は1998年から1999年までの間に完全な再建が行われ、 一面一線の駅として新たに開業した。この際に1924年の一面一線への変更時に残っていたホームも撤去された。新しいホームは長さがわずか180フィートとなり、一両あたり75フィートの車両の二両編成もしくは一両あたり60フィートの車両の三両編成の入線しかできなくなった。線路はホーム北端の車止めで終わる。 駅の入り口上には1999年にエリック・プライヤーにより制作されたライフコンティニュード・グロースというステンドグラスでできたアートワークがある。ホーム北端に駅舎があり、フルトンストリートとフランクリーンアベニューの交差点南西への出口とフルトンストリート線両、ホームへの連絡通路がある。ホームからは階段と上り専用エスカレーターが地上階の改札口へ連絡しており、 一つの階段がフルトンストリート線南行ホームへ接続している。地上階には一つの回転式改札機があり、切符売り場を抜けると通りへと出ることができる。また、ホームからはフルトンストリート上のガラス張りの立教へつながる短い階段がある。橋の反対側ではフルトンストリート線北高ホームへ階段一つとエレベーター一機が接続している。ホーム上にある もう一機のエレベーターは、ホーム、立橋改札口、フルトンストリート線南行ホームに接続している。これら二機のエレベーターが、駅全体へ接続しているため、当たり駅は ADA に準拠している。IND フルトンストリート線の、フランクリンアベニュー駅は1936年4月9日に開業した、相対式ホーム2面4線の地下駅で、 中央の急行線は深夜帯を除く終日、A 系統が通過している。南北両ホーム壁面には黒地に白で、フランクリンと書かれた小さな改札口の方向を示す看板があり、緑地に白で、フランクリンアベニューと書かれた駅名標がある。また、ホーム生誕にはかつて改札口があり、フルトンストリートとクラッソン、カベニューの交差点付近へと出ていた。 この出入り口は1980年代に閉鎖された。メトロカードの導入に先立ち、南広報部上に改札口が設けられ、フランクリンアベニュー専ホームへの連絡のための紙が配られていた。メトロカードの導入後は、バス運賃箱に似た機械から、メトロカードを利用しての改札外連絡を可能にする紙が発行されていた。このシステムの稼働は良好であり、 改札内での連絡通路が建設されるまで使用されていた。改札口はホーム東端にあり、北港ホーム側は無人で、フルトンストリートとフランクリーンアベニューの交差点北東へとつながる階段と回転式改札機がある。改札内にある一つの階段と一機のエレベーターが、フルトンストリート上にあるガラス張りの立橋に接続しており、 この陸橋を経由することで改札内でフランクリンアベニュー線ホームへと連絡することができる。南広報部側からは駅舎に階段で一度上がることでフランクリンアベニュー線ホームへ改札内で連絡することができる。また、南広報部上にある一機のエレベーターは南広報部、駅舎、陸橋、フランクリンアベニュー線ホームへと接続している。ありがとうございます。